今お手元にドキュメンタリーの企画書を、お渡ししているかと思います。特に今テレビがマスゴミってて叩かれてるんだけれど、まあ、実際じゃあ今メディアってどうなってるのって、そこで奮闘してる人々を描きたいわけだからですか。そうね、ちょっとマイクつけさせてもらって。何をかけたら数字が伸びそうかっていうのをちょっと研究してもらいたいなというふうに思います。若い女が亡くなった。おそらく日本人。え、今顔出てましたよね。この1本目どうするの？次回さ、CM 行ったら。はい、CM 行きます。CM 行って。CM 行って。とりあえず、成立させなきゃっていうプレッシャーもありつつ、契約っていう部分もあって、なんか1年後終わっちゃうんじゃないかなっていう。なんで我々はこういうふうにニュースを作ってると思いますか？なんか権力に対する。おお、すごい。強い権力に対して我々が監視する。共謀罪っていう言葉を使わないメディアは権力を支える方を選んでるってことですよね。恥ずかしいけど。確かにあの日以来僕放送が怖くなって不適切テロップ喪失事故から6年が経ちました。なんていうんだろう、キャスターってじゃあ何なんだろうって思ってさ。何が言いたいですか？リスクを取らずに表現することって難しくねえかって話。一部お約束と違うところがありました。お詫びいたします。大変失礼いたしました。何だったんだ。ちょっと申し訳ないけどさ、君だって仕事がないんだけど。でも一回カメラないとこで二郎将軍じゃないですか。そうだね。やめろって言ってんだ。やめろって言ってる。テレビの闇ってもっと深いんじゃないですか。